こんにちは。主食はお米です。年に数回、捕獲のための捕獲ダンジョンが開催されますが、サブアカではずっと森フラ島で捕獲してきました。ドラゴンいろいろいじっていたら、あれ？これなんだわら。と、あの伝説級のカード、リノ&ナナが手に入ることが、わかりました。このカードがあるだけで、捕獲がかなり、楽になります。でも、知らなかったのは、私だけかも？とりあえず、他に知らなかった、方も、いるかもしれないので、入手の仕方を、解説します。まずは、トップ画面から、スペシャルを選択します。レアメダル交換賞、選択します。このメニューの、だいたい、真ん中あたりに、リノ&ナナを交換できる場所があります。私は、交換してしまったので、完了になっています。一人、一枚しか持てないようです。交換には、レアメダル、1000枚必要になります。この、カードが強い理由を、この後解説します。これは、お正月に開催された、ダンジョンですが、特別な捕獲ダンジョンには、SCP を90使用するダンジョンがあります。SCP-90 を使用するダンジョンでは、フラッシュ捕獲がやりにくくなっています。理由として、フラッシュカウンターがあるからです。そのため、フラッシュ以外の役作り、主にストレートで捕獲をしていきます。でも、100% ではありませんが、フラッシュカウンターをノーダメージにする方法があります。それは、見切りをつけることです。見切りをつけることにより、おおよそですが、8割から9割のカードの、フラッシュカウンターを防ぐことができます。残り1割から2割は、見切りが全く通用しないわけではありませんが、フラッシュカウンターで、ダメージを受けます。それでは、どのように、デッキを組めばよいかですが、私は、こんな感じでデッキを組んでいます。このデッキのポイントは、ヒフラで捕獲をするので、木枠に、リノ&ナナ、合体カード、奥にを必ず入れます。アタッカーは、他の属性に入れます。ちなみに、合体カードは、必ず、威力アップになります。奥にを、2枚入れていますが、確実に、見切りをつけるための処置になります。ただし、エースに入っている奥には、先に、絶対発動は、できません。木枠内に、入ってる奥には、合体回避子分をつけます。見切りが切れてしまうのなら、絶対発動はありです。そして、今回、重要なカード、リノ&ナナですが、対象の攻撃力を、下げながら、誘惑を付与します。それも、誘惑にかかってるターンが、1ターンから3ターンの間で継続するため、カード加単体2倍を投げる回数を増やせます。常に、ヒフラで薬を構成しながら、フラッシュカウンターを回避できるので、捕獲がかなり楽になります。この他に、面白いカードとして、覚醒させた、レベル1の頂上シェルシーを入れても、面白いです。誘惑が入ってる時には、みんな、カード加単体2倍を投げるので、絶対発動を、することが、減りますが、運が良ければ、超強シェルシーが発動して、カード化を投げてくれます。ほんの少しだけですが、カード化率が、上がります。例年で言うと、一番近い捕獲ダンジョンは、8月の、ビーチガールズになりますが、それまで時間があるので、準備しておきましょう。最後に、通常開催されている、クラブバッドガールズ、および、スターロマンスは、
クマッピーがいないと、安定して捕獲は、できませんので、あしからず。イベントダンジョンが、近づいてきたら、また、動画でお知らせしたいと思います。ご視聴、ありがとうございました。